どうもあの皆さんこんにちはえっ、ー、と台風の中、えー、と大変ですね <laughs> じゃあ,あの最後の最後のなのであの、まあ、頑張ってください、えー、と私はあのそあの素粒子物理学ということ特にニュートリノの研究をしているのでそれについてお話ししたいと思いますまずあの自己紹介なんですけれど、えー、と1970年代に、えー、と愛知県で生まれましたで高校の時に相対性理論とかそういうこう ブルーバックスの本を読んでそういうものに憧れてですねそれであの京都大学理学部に、えー、と受験したんですけれど見事失敗してそれで一浪してですねその後こう入りまっ、はいえー、とで大学を卒業した後大学院というところにあの入学しますで最短だと5年で博士号が取れるんですけれどえっ、ー、と えー、い,ろいろこう寄り道をして2年余分にかかって博士号を取りましたでその後こうあのつくばにある茨城県つくば市にあるエネルギー加速研究機構というところに、えー、行って研究をしてさらに2007年から京都大学に戻ってきましたと。 これです専門は素粒子物理学実験特にニュートリノの性質を調べているというでここで実験というふうにこう、まあ、赤く書いてるんですけれど、えー、と素粒子物理学の分野、まあ、物理の分野かなりそうになってきてるんですけれど、えー、と人が分かれてます理論屋と呼ばれる人でこうひたすら、えー、と考えるそういう、えー、人たち。 それから実験屋は何をするかというとですねあのもう考えないでとにかく持ち上げるというそれが実験屋ですあのかんあの、まあ、考えるのは考えるんですけれどとにかく考えても答えが出ないものはこう測りなさいとそういうことをしているということです、はい、で素粒子物理学というのは何ですかととっって,言ってさっきの,あの、えー、と講演ですと あのコンプレックスって複雑さをひたすらひたすらこう,こう複雑さを一生懸命研究されていたみたいなんですけど素粒子物理学が全く反対ですできるだけ簡単に簡単に一番こうもう,もう複雑さが絶対入ってこないようなところは何かっていうそういうのをこう探したいというものですで世界が何でどのようにできているかっていうのをもう複雑さはとにかくで,すできるだけ排除してであの一番本当の 小さいところはどういうふうにできているのかってそういうことを理解したいという、えー、学問ですでまあそ,のそういうそういう学問っていうのは実はもうあのギリシャ時代ですね、B、あの紀元前4000年4000年ですね400年あごめんね4000年のはずないですね紀元前400年頃からもう始まっていてデモクリトスこの人は多分典型的な理論屋さんだと思うんですけれど考えて答えを出そうとしたでそのデモクリトスによると世界には アトモスと呼ばれるる。ものとと空間だけがあるとでアトモスというのがそれ以上分割できない物質の最小単位であると,で、えー、とこの人が考えるにはこうそれはその分割できないんだけれどいろんな形をしていてそれが物質,としての物質としての性質を決めているとこうねいろんな世の中にはいろんな物質があるけれどそれはそのアトモスの形が決めているんだということですでこうだから何もないからの空間の中にそういうアトモスがあると。 いうのがこののこデモクリトスの考えた世界ですあと面白いことにさまざまな無数の世界が誕生したり消えていったりしているというそういうようなことも考えたみたいです、はい、でその後ですね2,000年以上の時を経て人類はどこまでたどり着いたか皆さん知っているかかなどこまでたどり着いたか物質をどん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 細かく見ていくということを人類は行いましたでどうもこう例えばこう水っていうのは細かく見ていくと分子 でできているみたいだ分子の大きさっていうのが10のマイナス10乗メーター何とか乗っていうのは高校でやってるんですかねもうやってるやってるマイナス10乗だから1000万分の1ミリですでその分子というのも細かく見るとどうも酸素原子というの水の場合ですね水の場合酸素原子というのと水素原子っていうのでできてるみたいだ原子に2種類の原子でできているでその原子を細かく見るとどうも 真ん中に原子核というのがあってその周りを電子が回っているみたいだということですで原子核っていうのが、えー、どうも陽子と中性子がこうこうくっついてできているみたいだでこの原子核の大きさっていうのが10のマイナス15乗メートル原子の10万分の1ですそれ大体どれぐらいかっていうと,、えー、と京都の有名な大文字山この大文字山を大文字山の「大」の字を「 この原子の大きさぐらいだと思うと原子核どれぐらいの大きさだと思います？こうこの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 混ざってるぐらいでしょうかね？どれぐらいだと思います？十万分の一っていうとここに落とした針の穴ぐらいですね。はい。めちゃくちゃ小さいです。この原子っていうものの中の真ん中に原子核があるんだけれど、その大きさの比率っていうのはこの大文字。 あと東京ドームでも何でもも何いいんですそ,のそれぐらいの大きさのところにポツンと落とした針の穴ぐらいですその周りを電子が回っているスカスカですねさらにですね、えー、とこうこう人類はどんどん研究を進めたか陽子と中性子っていうのもまだそれより細かいものがあるクオークですねクォーク陽子だとクオークが3種類のあ3種類三、えー、つのクオークでできているとそういうふうに今考えられていますそれから こういった素粒子を、えー、とくっつける力があるはずだ、ね、力がないとこうバラバラになっちゃうで今のところ4つの力が知ら四4種類力の種類があることが分かってます電磁気力強い力弱い力重力というちょっとダサい名前ですけれど分かりやすい名前で、まあ、電磁あのイメージ的にはですね、えーっとまあ、電磁気力で強い力強い弱い力弱い感じこの矢印の太さに気持ちがある それから重力はめちゃくちゃ弱いんだけど、まあ、遠くまで届くっていうそういうふうなものになってますで電磁気力っていうのはとってもこう身近で面白いというかあの直接皆さんが体験することっていうのはほとんど電磁気力をあの通していますちょっと体が重いっていうのは重力ですけれどそれ以外はかなり電磁気力がこう直接は例えばですね、この 電荷を持った粒子素粒子でもそうですけど電荷を持った粒子があるとこうその周りに電波というのが広がっているでじゃあ電子電子がこの金属の中をこう動く揺すってやる何が起こるかこの電波が波として遠くに伝わっていきますこれがこう電波ですね皆さんこう多分 ほぼ持ってるのかな携帯電話持ってますね、多分今どきの、持ってない人もいいですよ、別にいてもいいんですけど、その携帯電話というのは、こうやってこのアンテナの中で電子をゆすってる、そうすると電波が出る、それによってこうあの友達にメールが送られたりとか、そういうことがある、です電磁器のおかげです、それからですね皆さん、光知ってますね、今見てますね、光を。光 で光っていうのは波の性質を持っているということが昔から分かってましたもうニュートンの時代とかその前からですだけれどその後その後の研究によって光は何かということは実はさっきのこう電磁波をと同じで,こうで電荷を持った粒子が揺すれられるそれによって出てくる電磁波だっていうことがよく分かっています光って電磁波なんですねこうこう 昔の人はこう光が電磁波だなんてきっとこう思いもよらなかったんですけれどこう人類はそのうち電磁気というものをよく理解するようになって皆さんが目にしている光というのも電磁波の一種だということが分かってきてね色の違いっていうのは周波数の違いに対応しているということも分かっているさあじゃあもう現代科学の最先端までいったかで今言ったことをまとめると物質というのはこんなふうに原子核原子核陽子中性子そしてその中のクオークでできている。 それからこれれれららを入れるる箱空間があるそれから力がある、ね、波として遠方に伝わることもできるような場と呼んでいるる力があるです、ねはい、場というのはこう力を伝えるしある時には遠くへとちかあのこう波となって伝わるさあこう完成しましたこれでいいのかって,って、ね、これでいいんだったらこの後編このあ、えー、と続かないのでそんなはずないですねさあどういうふうになっているか。 それでですね、今日のキーワードは波です。波。ねえー、と波といえば、えー、とても大切な性質として、干渉というのがありますね。これ、干渉島が見えている。干渉、波の干渉ってもう学校でやりました波とかそういうの。やってないや,や,やってないやってないそれでですね、本当はですね、ここで干渉を実感してもらうために、音差を持ってきて、うなりを聞こうと。 いうプランだったんですけど今日の朝まで覚えてたんですけどここに来る途中ですっかりもう音差を持ってくるのを忘れてですねしょうがないのでさっきこう YouTube でダウンロードしました <laughs> 音差っていうのはある周波数で音を出す装置です聞こえますねで今1個の音を出した次に片方の周波数をちょっと変えて音を出す 厳しいかな聞こえましたっってやってやますよねそれは何が起こってるかっていうと波のこう非常に特徴的な性質として山と谷があるんだけれど波の本当にすごいところはその他の波と重なるということです重なりやすさの原理というんだけどだから山と山が重なるともっと高い山になるし山と谷が重なるとゼロになっちゃう谷と谷が重なるともっと深い谷になる。 その結果こういうふうにこう縞模様ができるこれが干渉というものです、ね、これが非常にで光が何で波だということが、えー、とかつて分かったのかっていうと非常に大きいのはこういう干渉島を作ることができるからなんですこれ高校の実験でそのうちきっとやると思うんですこれも本当は持ってくれば実演できたんですけどすっかりこう頭から忘れててですねあの、えー、とスリットですねスリットスリットここに穴が開いてる でここから波として出てきた光をこの穴を通すとこっちから来た波とこっちから来た波がこうさっきみたいに重なって観賞島になるっていうこういうあの簡単にこう目であの見ることができるんですこれによって波というのが波で光というのが波だということを人類はあの知ったわけです、ね、それがこうニュートンの時代とかそう,のそういう古い時代ところがところがですね えーと1900年代に入ってからやばいことが起こったんです、ね、光,光を調べていた科学者は、ね、このおじ,おじさんいますね,こねでじゃあすごく感度の高いカメラを用意してみましょう光電子増倍管って後から出てくるんですけど、まあ、例えばそういうすごく感度の高いカメラを用意するそして明かりをだんだん消していく何が起こるかっていって波だったらだんだん,だんだん小さくなりますねところが こう小さくなるところが実際に測ってみたら何が起こったかっていうとだん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 小さくなるんだけどだん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 一様に小さくなるんじゃなくてポツポツポツっていうふうになっていったということねポツポツポツでさらにこう強さを照明を暗くしていくポツの数が減るということこれって波ではありえない性質ですね波ではこんな風にその 海の波を、ね、見てみればわかると思うんですけどああいう波をだん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 静かにしていったらポツポツが残るかっていうとそんなことがないこのポツポツが残るっていうのは何の性質か粒子ですね粒子の性質つまり光っていうのは波だと思ってたのに粒子としての性質も持つということが1905年にこうあ、まあ、その前にいろんなそういう実験結果が出てきてですねで人類はこう波が光が粒であるということをこしばらくこう そう思うことを拒否してたんですけどついにまあアインシュタインがこう粒だよって言っ,て、ね、言ったんです光は波の性質を持っているのに粒としての性質も持つということが言われました、はい、だから何なんだって、ね、だから何なんだってこれで終わらなかったんです、ね、その後電子を見てみましょう電子電子粒ですね でこれはあの電子顕微鏡の画像ですで、えー、と二0スリットを通しているんですけれど、まあ、あのだん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 電子のこうどん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 たくさん通しあのスリットを通していくでだん,だん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 増えていくね電子粒が見えます一個一個の電子が見えてそれをだん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 増やしていく二重スリットを通して縞模様が見えちゃいますと、ね、粒なんですよ粒なんだから干渉するはずないじゃんって言ってね さっき干渉するというのは波の性質です粒というのはこっちのスリットを通ったかあっちのスリットを通したかどっちかだと思いますよねそうすると干渉しないんですところが実際はやってみると干渉するということが分かったこの実験自体はこう最近のですけれどこうもうちょっと古いその,その当時古い段階でだん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 こう,こういう性質が見えてきた、ね、つまり電子あるいは電子だけじゃなくて素粒子っていうのは波としての性質を持つということが わかりました1924年ドブロイが提唱したということですつまりこう世界はこうどういうふうにできているかっていって、ね、光は波だと思ってたものが粒子としての性質を持つということがそれから物質電子とか陽子とか中性子っていうのが粒だと思ってたのに波としての性質も持つということがわかった、はい、つまりこう物質の構成要素っていうのはえっ、ー、と 物質の構成要素電子とかクオークそれから力を伝える場電磁波はどちらも粒子でありかつ同時に波の性質も持つということがこう分かった量子力学の世界ですこれが、ね、粒子としてこれらのこれらのものはこう捉えることができる検出することができる1個2個って言って検出することができるんだけれどその存在する位置や運動量、まあ、運動とかそういうどこにあるのっていうのが波として分布している。 数えるとそこなんだけれどどこら辺にあるのっていうのを見ると波として存在しているということですそうするとですねこう、うん、と力の伝わり方というのも違った考え方をできるようになってきますと、ね、つまり、えー、と力っていうのも粒子がに,になっている、ね、で例えば時間変動して遠方に伝わる波電磁波それは粒子として実際に観測される実粒子になると呼ばれます それからこう静電気とかああいう,こう力ね止まったあるいは止まった波ですそれは場として観測する電波として観測するねそ,れがでそれを素粒子物理学の世界では仮想粒子と呼ぶねこう粒として数えられないからですでじゃ力のやり取りをこういう観点に立ってこう絵にして描くとこんな感じになる電子というのがいるそれから陽子がいるその間を 子という粒を交換する、それによって力を及ぼし合っていると,いうことですただしこの光子っていうのはこうつこうあの実際に粒として観測されるものじゃなくて仮想的にこう存在するという,こうそういうものです分かんないですよね何言ってるか仮想的に存在って言っていいんですよ誰も分かってないからでもそういうふうに呼んでるんでそういう状態が自然はそういうふうにあるということです じゃあ波としてどういう性質を持っていますかって言って、ね、周波,数というもの波には周波数というものがありますこう早く振動するものそれからゆっくり振動するそのこうどんだけ振動するかっていうのを周波数という、ね、周波数が低いとこう波の波長っていうのは長いそれから高いと波長が短いで粒,子と粒子のこう周波数は何で決まっているかというとどうもエネルギーが大きいと周波数が高くなると。 ということが量子力学で分かりました、ね、光もそうでした青い光っていうのは、えー、と周波数が高いんですけどあれはエネルギーが大きいんです、ね、さらにですねこの,このだからエネルギーが大きいと周波数が高くなるしそれから電波の中に電荷を置くと、ね、こうエネルギーが高くなったり低くなったりするということで周波数が変わります、ねあのあまあ、ちょっとこまだ高校でやってないかもしれないですけど電波がんです 電,電荷を持った粒子を電波の中に置くとそれによってエネルギーを得ることができます電波のエネルギー、ね、ということは周波数も変わるということです同じエネルギーでも重い粒子は周波数が高いとかそういう,こうあの特徴もある、ね、で周波数が違うということはどういうことかっていうと粒子がそれぞれ進み方の違う時計を持っているというそういうようなイメージになります、ね、こう粒子によって速く振動しているもの それからゆっくり振動しているものそういうものがある、はい、こうやってこうしん振動する,時計,るす時計を持っているんです時計を持っている電子っていうのはこう時計を持ってヒューッと今1個の電子が走っていきましたでこの時計今右回りに曲がってますね回ってますこれ逆回転させるとどうなると思います逆回転をピッて,て逆回転させる 反対に走ってきますねさっきこう向こうに走ってた電子がこう反対に置く、ね、そうするとこの逆回転している粒子ってエネルギーを反対にしてやったことになるんですけれどそうするとですねさっきこう,こう電荷を電波の中に入れるとその分エネルギー変わりますそういう粒子をじゃあ逆回転している状態で見てやると周波数が 高くなるか低くなるかっていうとさっきに比べて反対の方向になりますねでうーんといいですかねこうプラスの粒子をうんとある電波の中に置いてその分エネルギーが高くなったとしましょう、はい、そうすると周波数高く回転しますところがですね逆回転しているような状態の粒子を、ね、プラスの粒子をその中に置くとこうエネルギーは高くなるのにこう 逆回転してるから反対の方向に聞いちゃいますね難しいですね、まあ、そうすると要するにそれはどんなふうに見えるかっていうと見ている我々から見るとそれは反対の符号を持った粒子のような振る舞いをするということになるね、はい、嘘みたいでしょこんなのこう嘘みたいでしょそうところがですねそういうことを頭の中で考えて式を作った人がいましたディラックという人です 1931年にですねエネルギーを反対にしてやれって言ったんですね普通あの高校の物理であの力学でですね問題を解くとですね時々二次方程式が出てきてで E をエネルギーを出そうとするとプラスマイナスでこうあの答えが2個出てくるんだけどこちらマイナスなので無視しますっていう解き方をするんですねところがディラックはマイナスの方もよく考えてみたんです で粒子だけを扱っている古典力学だとマイナスのエネルギーってこうどうしようもないんだけれどさっっき言ったように波で,波で考えると別に反対方向に回転するだけなので構わないんですよそういうのが存在してもでそういうのがもし存在すると思って式、えー、を立てると電荷が逆になるとディ、ね、ラックはその電荷が逆の反粒子というのが存在してもいいよということを言いました1931年に言った。 ですね、電子の反粒子陽電子をパッと見つけたんですねこうだからね先に見つけようと思えば見つける技術はあったんですねでも探そうと思わないと出てこないでもあるよっていうことをこう言って探すと出てきたということですで1955年にはこう人工的に反陽子を作ることにも成功しているとつまり反粒子というさっきこう時計を逆回転するようなそういう反粒子というのは実際に存在するということが分かった そうすると何が起こるかまたすごいことが起こります、はい、素粒子例えばですねあごめんなさいエネルギーと運動量って運動量ってやってないのかもしれないんですけれどまああのこう勢いです <laughs> 粒子が持っているねある粒子がこう走っているそうするとそれが光を放出するそうするとその分のエネルギーとそれから保存するはず量であるという運動量が光の方に持ってかれるので このの粒子のエネルギーとそれから運動量が変化します。これは普通の現象ですそうやって光を放出するここでエネルギーの保存運動量の保存っていうこれから力学でやるそういう法則が普通に成り立っていますでその法則はそのままででも負のエネルギーを許してみましょう時計を逆回転するそういう負のエネルギー反粒子そうすると負のエネルギーだとそれは反対向きに走っている 正のエネルギー、e、絶対値 E2 の反粒子のように見えるはずというのがさっきのやつです、ね、あとでもう一回深く考えてください本当に理解したかったら頑張って大学入ってくださいでもですねまあとにかくこう負のエネルギーを許すということは反対向きに走ってくる反粒子に見えますそうするとこの,このやり取りをですねこのエネルギーを与えすぎちゃった時何が起こるか この E というエネルギーを持ってた粒子がですね光子にたくさんエネルギーを与えすぎちゃって E が負になったらどんなふうに世の中見えますかピッて,てね。そうするとそれは我々から見てどんなふうに見えるかっていうと E というエネルギーを持った粒子とそれからス e というエネルギーを持った粒子がぶつかってここで消えて光子が出てきたように見える。ね。つまりですね。 粒子と反粒子が出会うと消えるんですそう今までね電子ってずっとそこにあると思ってたかもしれません、ね、でも消えるんですあるいはできちゃう、ね、電子と陽電子っていうのは反電子ですねこれがぶつかると一瞬消えて光になる光子ねそしてそれがまたしばらくするとこう別のこう粒子 μ ス μ マイナスっていう、まあ、別の素粒子があるんですけどそういうのが出てきちゃったりする さあ今までこう物質を構成する粒子ってそこにずっとあると皆さん思っていたかもしれないんですけどそんなことない粒子と反粒子の対でできたり消えたりするというそういう不思議な世界がこうディラックの反粒子の予言によって見えてきたで実際本当にそうなっているということが実験で分かってきたわけですさあじゃあ今じゃあ世界はどのようにできているかっていうアトモスの表をこう書きますと。してはこう えと電荷3分の2かけるある定数のクォークそれから電荷マイナス3分の1かけるこの定数のクォークそれから、えー、と電荷を持ってないレプトンと呼ばれるものニュートリノそれから電荷がマイナス E ってこの定数のレプトン電子 μ タウこういうのがあるということがすでに分かってますでその反粒子も全部見つかってます それから相互作用力ですね力を担う粒子というのがこんここだけ見つかっていて、えー、とこ,れはこいつらはほとんどが自分自身が反粒子ですガンマというのがいわゆる光ですで強い相互作用弱い相互作用弱いもう一個弱い相互作用それぞれに対応した粒子があるということが分かってますそれからもう一個質量を作り出す粒子ヒッグズってここに書いてありますねこれ何ぞやってって思いますねこれについては後で最後にやりましょう さあ一つここでもう一つって書いたけどまあ、こう一つ謎があります物質っていうのは素粒子でできていて素粒子には反素粒子がありますと、ね、じゃあ反物質もあるはずなのに皆さんの身の回りに反物質なんてないですよねあのピピってこう,つ,こうつ,いついで消えちゃったりする人いないですよね握手をしたときにこう身の回りにはこう物質しかない。ね、なんでこう反物質って 反,反粒子はあるのになんで反物質はないんでしょう宇宙にはなぜ反物質がないか、ね、でをな望遠鏡でトークを見てみるでもない、ね、あったらわかるんですあったらこうさっきみたいに消滅してこうあの光子が出てくるから、はい、でもさっき最初に言ったように粒子っていうのは粒子と反粒子とついでできるはずですだから宇宙の始まりには何もなかった たとしてもその時に何かが起こってそれもまあまたちょっとこう長い話で別の話で面白い話なんですけれど何かが起きてエネルギーが生まれてクォークと反クオークレプトンと反レプトンができたとしましょうそうすると宇宙には同じ数だけの物質と反物質が存在するはずなのに身の回りには物質しかないですねこれ実は現代科学で分かってないそういう謎ですその謎を えーと研究するときに必ず出てくる言葉が CP 対称性というものです、はい、何かって言って粒子の持っている時計を逆回転すると言いましたこれはまあ X をマイナス X に置き換えるような、ね、あの空間の方向を置き換えるようなものですそれから電荷を反転するって,言ってそれぞれパリティ変換とチャージ変換と言います2つ合わせて CP 変換ですで普通に考えると物理法則っていうのは CP を CP というそういう対称性に対して対称であるはずだというふうになってます、ね、だってこう,こう時計の符号を変えただけなんですよ他の性質何にも変えてないんだからあの物理法則一緒じゃないとおかしいと普通だと思うわけです人類ずっとこれは対称だと思ってた、ね、同じ性質を持つはずだと電化が反対であること以外はだけれど宇宙から反物質が消えたということを説明するには CP 対称性を破れないといけないいいとけけわです CP 対称性がなこう成り立っているかぎりこう我々の宇宙を作ることができないじゃあこういう対称性どうなんですかって言って破れてるんですね実はまずですね「パリティ対称性これ鏡に映したら世界は物理法則違いますか?」っていうそういう鏡の向こうでも物理法則一緒やと思うんですけれど実はもう1964年にですね、えーと 違違う違う57年だこのタイトルおかしい57年に鏡のこっちと向こうでは物理法則に差がありますよということが分かってます、はい、さらに、ですねでも CP 対称性は大丈夫だろうってみんな思ってたんですけれど実は1964年に実験屋さんがこうあのクオークと反クオークでできているある軽粒子というものを使って CP 対称性が破れているということを発見しちゃったんです、もうみんなびっくりでここでこうこうみんなどぎもを抜かれてですね えーって言って鏡の向こうと違うのってさらに CP 対称性まで破れてるってええー、って言ってかなりびっくりしたと思いますでじゃあんで CP 対称性破れるんですか、はい、それを説明することに最終的に成功したのが小林マスカーの理論ですでですね一応説明するんですけれど多分分かんないと思いますでも一応説明しましょう分かるかもしれない気持ちはクオークが3種類以上あると思いなさいって当時ですね2種類しか見つかってなかった クオークが 3, 3, 種類3世代ですねプラス3分の2のクオークが3種類以上あると思いなさいマイナス3分の1の電化のクオークもそれぞれそうするとですねこうやってこうで波の重ね合わせそれぞれこう重さが違う粒子が混じってるとその 3, こう3つの重さが何言ってるか分かんないですよね <laughs> こうどうしようこれうーんってこう ある一個のククォークが実は3つの波でできてると思いましょうそれぞれそれぞれの質量重さを持った3つの波ですはい、ね、そうやってこう伝わってるところが波の重なりかさ位相というんですけどどこでこうスタートするかっていうのが3個目だけもしずれてたとしましょう、ね、こう山谷っていうそういう感覚がはいその時に このズレっていうのはほら時計を逆回転したら反対方向に効きますね,ねこ,うここからスタートしてこれがちょっと遅れてスタートするところが時計を逆回転するということは、えー、とこいつが最初にスタートしてこの後はこれが後からスタートするということで3種類あれば CP 対称性を破ることができるといったのが小林マスカなんですも,うこうも,っともっと分かりたかったらもっと勉強してください じゃあ CP 対称性破れたからいいか分かっていること分かっていないことまずですね宇宙初期には大体、えー、いいこれぐらいの比率で物質と反物質ができましたでほぼ同じところが約10のマイナス10乗秒後に1000億分の1違いができたわけでさっきの CP 対称さ,さっきの CP 対称性が破れてでその後 宇宙がだん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 冷えていくにつってほとんどは追消滅ついで消えちゃいましただけどここだけ残っているこれが我々です非常に我々ものすごいこう強運のもとに生き残った物質ですできていますこれが我々ですでまあこ,のこれが100秒後ぐらいですね宇宙ができてからそしてじゃあさっき CP 対称性の破れがもう見つかったのでこれで OK かじゃあその理論で計算してみましょう 計算してみるとですね残れる物質の量が今宇宙に残っている物質より10桁ぐらい足りないということが分かりましたつまり物質残すためには CP 対称性が破れていないといけないんですけれど今のところ小林マスカーの理論では分かれそれを説明することはできなくてもっと大きな CP 対称性の破れがどこかに隠れているはずだというのが今の。 状況ですこれワクワクしますよねだって分かってないということが分かってるんですか人類は何,何かを分かってないということは分かっているもっと大きい CP 対称性どこにあるんだろうそれでみんなこう賭けを打つわけです自分はここを探す自分はここを探すわかんないんですどこにあるかそれでですね私が賭けたのはどこか何い,ろいろんな人がいろんなところに賭けてる私がかけたニュートリノです、ね、はい じゃあ CP 対称性の破れからちょっと離れてニュートリノの性質を見ていきましょうニュートリノっていうのは素粒子の中でも最も奇妙な素粒子と言われています3種類あります電子ニュートリノミューニュートリノタウニュートリノそれから電磁気の力や強い相互作用を感じなくて弱い相互作用だけを感じるというものですなので、えー、と観測するのが難しいあとでもうちょっとそれからですね長い間ニュートリノっていうのは質量を持たないと考えられてきたとすごく軽い 電子の100万分の1以下でですね家電対称性と空間反転対称性に関してはこれめちゃくちゃ破ってますでも CP 対称性の破れはまだ見つかっていないそれがこうニュートリノですでその3種類あるってどういうことかっていうとですねなんで3種類ってわかるのってそれはですねニュートリノが物質に当たってさっきみたい言ったみたいにこう 相互,作用を媒介相互作用をやり取りする粒子を交換すると電子ニュートリノは電子に変わるミューニュートリノはミュー粒子という粒子に変わるタウニュートリノはタウ粒子という粒子に変わるとだから3種類あるということがあってこの電子ミュータウっていうのは重さが違うので区別することができるはい電子ニュートリノは物質で中で弱い力を受けて電子になるミューニュートリノはミュー粒子になる タウルニュートリはタウ粒子になると。だから3種類あるということが分かってますじゃあこの弱い力どれぐらい弱いのかですね。これじゃあ水があったとしましょう水でもコンクリートでも何でもいいんですけどこうでそこにですね、ボールをぶつける水にちょっと横からボールぶつけるのは無理があるから上からぶつけたと思ってもいいボールをぶつける止まりますねほとんど中に入らない、まあ、その思い切り投げればもうちょっと入るかもしれない ガンマ線をぶつけるガンマ線放射線ですねガンマ線ってあの光のエネルギーの高いやつですけどそれだと1 0ンチぐらい水の中を入っていきます次じゃあ電子電子色エネルギーによるけれどまあその辺に自然界で例えば原子炉とか,から出てくる電子とかそういうのを水に当てる大体いい1センチぐらい飛びますアルファ線っていうのも自然界にはああの放射性物質としてありますアルファ線はしょぼい 10ミクロンぐらい、ね、で,ですでこいつらの特徴というのは、えー、と電磁気の力を感じる電磁気の力によって止まっちゃうんですねちょっと不思議ですけど、ね、あのほらあの大文字山の中にあるこう針の穴しかないはずなのになんで止まるのかこう不思議なんですけどとにかく電磁気っていうのはこうある距離を伝わることができるのでこうやってこうピッて止めちゃうじゃあニュートリノはまずですね空から降ってくるニュートリノあの 宇宙船としてて空からニュートリノが降ってきますそれどれぐらい飛ぶかって,言って聞いたことありますじゃん水の中を1億キロメートルぐらいとこれ太陽と地球の距離ぐらい水をですね太陽と地球の距離ぐらいこう張ってるとニュートリノを止めることができるあと太陽からもニュートリノものすごいたくさん出てもすごいたくさんのニュートリノが実は太陽から降っていてたいあのえー、っとあれ 忘れちゃったな手のひらに毎秒10億個でしたっけ10兆個か10億個か忘れちゃってとにかくすごい太陽のニュートリノが今も皆さんのもとに降り注いでいるすごく降り注いでいるだけど感じませんねなんで感じないかってどれぐらいこう素通りするかというのをこうこう計算するとですね太陽の100兆キロメートルぐらい100光年100光年ぐらいあると太陽からのニュートリノも止めることができると。 それぐらい弱い力っていうのが弱いせいでこう止めることができないんですで我々実験やっていうのはニュートリノを測りたいんだけどそうするとです、ね、止めないといけないわけですね止めて別の粒子に電子とかミュー粒子に変えないと測ることができないだからでっかい検出器が必要ですどれぐらいでっかいかって,って聞いたことありますよねスーパー神岡んで検出器、えー、岐阜県の紙おか 神岡にあるスーパー神岡間で検出する水のプールなんですけどだいたい4 0ルで高さも4 0ルぐらいだから2 5ルプールを倍にしてそれをそのぐらいの深さにしたっていうそれぐらいのこう大きさの検出器です,でです、ね、壁にはです,、ね、すごい高感度の光を検出する光電子増倍管というものがこうあの置いてありますすすごい綺麗ですよこれあの,あの ごくまれにしか入る機会がないんですけど私あの、入れてもらったことがあるんですけどこう上からこうゴンドラでぐーっと入れてもらって壁を見るとこういうのが見えてですねもうよだれが垂れるぐらいすごい綺麗ですあのはいですここに水を入れる純水を入れる、はい、それでですねスーパーカミオカンデにじゃあ電子ニュートリノがやってくるでごくまれに電子に変わるね。普段はほとんど突き抜けますよ でもごくまれに電子に変わるその電子を捕まえましょうこれがスーパーカミオカンデ検出器ですそれからあもうこんな時間だえっ、ー、とミュ,ーリューミューニュートリノがやってくるそうするとごくまれにミュー粒子になるこれを捕まえる、はい、どうやって捕まえるか水の中でこの粒子が走っただけで、えー、とどうなるかっていうと、はいね、衝撃波というのを使う で皆さんあのほらあの飛行機が音速を超えると衝撃波が出るという話を聞いたことがありますよね,、はい、ねそこの中で伝わる波の速さ以上の速さで物体がく走るとです、ね、衝撃波が出ますこう、ね、ちょっと細か,く細かくやりますねそれと同じで電気を持った荷電粒子電荷を持った粒子がその例えば水の中を水がの中で光が伝わる速さよりも速く走ると 同じことで衝撃波が出ますそれがこう前方にこう出る円錐状に放出されるでこれがチェレンコフ光と呼ばれているものですこれを捕まえることによってニュートリオンを捕まえるということですでスーパーカミオカンデっていうのはさっきのあのこうこう巨大な光センサーたくさんあるやつでこうその衝撃波のパターンを測ることができるで電子っていうのは軽いんでちょっと特徴的な振る舞いをしてフラ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 動くんです水の中で。 そうすミュー粒子だとくっきり見えてたのが電子だとぼやぼやぼやということですこのぼやぼやさ加減で電子ニュートリノが来たのかミュニュートリノが来たのかを区別することができますところがですね、タウニュートリノが来るとタウが出ると思うでしょところがですね、タウ粒子重いのでコインをひっくり返すことができないんですねなので素通りしてきます、はい、どっかに行っちゃう 重結構さあで梶田さんのノーベル賞梶田さんノーベル賞を取りましたねあれは何だったのかっていうと大気でできたニュートリノがですねこうあのう宇宙からこういっぱい粒子が来てるんですけどその時にこうニュートリノがこうできるミューニュートリノもできるし電子ニュートリノもできるでそれをスーパーカミオカンデで測ったらですね上からは予想通りに来てる だけけけどど下からも地球を突き抜けてくるはずなんですけどニュートリノさっき言ったようにこうあのいくらでも突き抜けるのでところが測ってみると下から来るミューニュートリノだけが減っているということが分かった、はい、なんでかいきますよなんでそんなことになっちゃったかニュートリノにもしごくわずかに重さがあったとしましょう で今まで我々ニュートリノ,トリノを何にコインをひっくり返したら何に変わるかっていうので区別してたんですけれどそうやって区別する仕方と重さによる種類分けというのが同じとは限らないこの重さのニュートリノがこの電子ニュートリノとは限らないずれててもいいそれが量子力学なんですよ違ってたら何どうなるかねミューニュートリノと思っているのが例えば 2, 2種類の場合でやりますけど 何種類かの異なる質量を持った波の重ね合わせの可能性がある量子力学の世界で違う質量の波が重ね合わさってミューニュートリノでその違う質量の2種類なんだけどこれは重なるタイミングがちょっと違うと違う粒子タウニュートリノとして見える、ね、波をどう重ねるかである時はミューニュートリノになるある時はタウニュートリノになるそういうことが可能になるんですもしニュートリノにごくわずかな重さがあったら そうするとほらそれぞれが時計を2個持っていることになるただし時計の針がこの2つがどこからスタートするかが違う、ね、こんなふうにこう2個持って時計がこうくる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 回ってるそれぞれ質量がもしあって違う質量をそれぞれ持ってたらはいじゃあ何が起こるかですねミューニュートリノがあるこれをしばらく走らせるそうするとですね この2つの波って重さが違うので違う速さで少しずつしずれて走っていくだん,だん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 ずれてきますね,ね思いっきり重さが違ったらあっという間に違う、あのー、速さでなるのでさっさと区別できるんですけどそうじゃない微妙に違うすごく小さな質量でそうするとこうちょっとずれてますねもうこの時点で,でさらに走らせるあっこれもうタウ,ュタウニュートリノですね ねねね、変わっっちゃった波のこれうなりと一緒なんですさっきこう音差でこうワンワンワンっていうふうにやったのはあれ異なる周波数を持った2つの音を重ねるとワンワンワンっていって山と山が強めあったり谷と谷で弱めあったりっていうこう,うなりを起こす。それとと同じことが起きてですね こうもうミューニュートリノだとで作ったものが走っていくうちにだんだん,だ,んだんだんミューニュートリノであることをやめちゃってタウニュートリノになるでさらに走っていくとまた元に戻る涙、ね、だからこうやってうなりで振動するというこれがニュートリノ振動と呼ばれるものですもうああと何分あるんです,けすみません,、はい、すみませんしゃべりだすと気持ちいいですね はいはいはいで,で大気ニュートリノ問題梶田さんのノーベル賞は結局何だったかっていうとミューニュートリノが空から降ってきて測るとミューニュートリノですところが地球の裏でできたミューニュートリノがこう走ってくるとニュートリノ振動を起こしてタウニュートリノになっちゃうと、ね、いうもんね。ピッとでですねこれでタウニュートリノっていうのは コインをひっくり返した先であるところのタウが重いのでひっくり返らないつまりスーパーカミオカンデで検出できずに素通りしてしまうだから減っているように見えたということなんですねこれが1998年にこう確立し実験的に確立したとこれによってそれまで重さを持っているとは思われなかったニュートリノが実は重さを持っているということも分かったんです ちょっと理論的に重さを持つと困るんですけれどとにかく実験結果として重さを持っていることが分かっちゃったこれがあのノーベル賞の内容だったんですねさあじゃあ人工のミューニュートリノをじゃあこうもっと詳細に調べましょうということで空から降ってくるミューニュートリノを待っているとなかなかこう大変なので人工のミューニュートリノを大量に作って詳細に調べようという研究が始まりました、はい、どうやって作るか。 陽子をです、ね、高エネルギーに加速します加速器ってあの聞いたことありますよねこう加速でっかい装置こうあのすごいエネルギーに加速しますでそれを物質にぶつけるとこう原子核にぶつけるとこうバラバラバラと壊れた中に π、まあ、粒子というものができますで π 粒子の性質詳しくはやらないんですけどしばらくすると π プラス粒子というのは μ ニュートリノになるしそれからマイナスの電荷を持った π マイ,マイナス粒子というのは半 μ ニュートリノ こう壊れたときに作ります。で、そのままだとニュートリノは四方八方に飛び散ってしまう。ね。なので、えっ、ー、と加速器の施設にですね、磁石でレンズを置く。ね、こうまああのあのですね、こここの話こう端折ってもいいんですよ。でも。 こう私のやったことを宣伝したくてあえて入れちゃったので詳しいことは置いときましょうでも電磁気の力でパイ粒子をできるだけ前にやるというそういう装置ですでこうあのそういうのを3台作ったでこう,こうそうするとこういうふうにこうパイ粒子っていうのをこう散らばらないように前方にあのやっていくねある時期ですね私ひたすらこれを設計して作るということをやっていて高エネルギー加速研究機構にいた頃ですこれは番番目の一番大きい あの装置ですねこう,こういうのをです、ね、ひたすら作って、えー、とあの壊れないようにとこうい,ういろんなことを考えながら作って最終的にできた装置はこういう感じです、ねこう。パイ粒子が壊れるこうトンネルって言って100メートルぐらいある、ね、あのこ,うこういうとこでこで仕事をしてましたそうやってニュートリノのビームを作って、えー、スーパーカミオカンデに向けて打ち出しています。加速 ここ太平洋側茨城県の東海村にある j パークという加速器ですねで長い距離走らせないと振動してくれないからここに置いて約3 0 0キロ,約キロ地球の中を走るんですね、はい、走ってここのスーパーカミオカンデに向けてミューニュートリノを打ち出すということをします、えー、と地球が丸いんでこの中をでここには別に何かがあるわけじゃなくてこう素通りしていきますほとんどね別にニュートリノなんでこう地球の中をス素通りしていくます でここでミューニュートリノを作ってほとんどはタウニュートリノになって素通りしてしまいますでもまれにですねえっ、ー、とあれあかミューニュートリノが電子ニュートリノになるっていうのがあるんじゃないかということが言われていました、ね、見つかってなかったんだけどそれを探すというのが研究テーマでしたでそれを T2K 実験コラボレーションっていうさ500人ぐらいで頑張ってやってですねで2013年そういうのが見つかりました28個その時見つかったこれ楽しかったですよあの2013年1月ですよねで2011年ぐらいにはもう あるんじゃないっていうのは実験グループの中で分かってですねでも、まだ行っちゃだめだよ、行っちゃだめだよ、外に行っちゃだめだよってでもあるよね、これとかっていう、そういう,こう非常に楽しい、実験やってるとそういう,こう自分たちだけが知っている瞬間っていうのがあるんですね、絶対ダメだよツイーとしちゃだめだよとかいろいろ言うんですね、はい、でですね見つかった、電子ニュートリノじゃあこれ何が嬉しいんかって,ってこういうのが見つかると、ですね次のステップは犯人ニュートリノで測りましょうということです。はい、なんでかね まずさ、まあ、最初にあの小林マスカーリオのところに行ったんですけれど時計が2つの粒子っていうのはですねその後ニュートリノ振動でこうやってかああって干渉させてやるとでも2種類だとどう頑張ってもニュートリノと反ニュートリノで振動の仕方一緒なんですどこから始めてもそれももう,こ,うこ,んなこんな授業で分かったと思わずにですねあの どんどん勉強して何でそうなのかあの理解してくださいところが小林益川先生が言うこういうあの思いついたんですけど時計が3つあると,、えー、とこ,うこの時計が右向き左向きこう上はこうニュートリノのつもりで下は反ニュートリノのつもりそうするとです、ね、波の干渉の仕方がニュートリノと反ニュートリノで変わることができる、ね、3種類以上あるとそういうことが可能になってしまうつまり CP 対称性を破ることができるということです でクォークも同じようにそうやって CP 対称性が破れているということが説明されているんですけどニュートリノも破れるはずなんですねこれを考えるとだけど実験が難しくてまだ見つかってないということでそれを狙ってやろうということですで2013年から反ニュートリノビームでデータを始めましたで反ニュートリノっていうのは検出しにくいんですよ地球側の 反物質でできていたら同じぐらい捕まえやすいんですけれどあの地球はちょっと変えることがないスーパーカミューカンデを反スーパーカミューカンデにすることはできないのでこう捕まえるのが難しいでもこ,これ今年の夏ですこれもです、ね、発表するまで,でこうツイートしちゃだめだよとかこうみんなでこう言ってたんですけれど、まあ、まだまだだけどこんな感じこう CP 対称性が破れていない場合には電子ニュートリノは67個あるはず反電子ニュートリノは9個見つかるはず それに対して観測値は89個電子ニュートリノが見つかりました反電子ニュートリノは7個でしたエネルギーの分布でいうとまあこんな感じって、ねはい、ここの差はちょっとまあ微妙ですねでこっちの差は何か多いように見えますね CP 対称性が破れてない場合の期待値とそれがじゃあこうどれぐらい優位なのか、ね、あの本当に多いのかというのを統計的に計算すると 95%ぐらいで破れているというのが今のこの8月に、えー、と公表した結果です、ね、新聞とかにも出たと思うんですけれど要するにですね、うんとまあ、まだ5%ぐらいの確率で実は破れていないというただ統計的に偶然そうなったという可能性もあるしあるということですで95の信頼度でしたまだまだもっと増やさないといけないけどもしかすると CP はすごく破れているのかもしれない今こう こうね、ちょっとドキドキしているそういうところですで今後はこう2021年までに T2K 実験のデータを今の3倍にしようとそれから2026年ぐらいには13倍ぐらいためたいそれから2026年頃にはハイパーカミオカンデという,こう,こう調子に乗ってますねさこうスーパーカミオカンデをこう10倍以上にしたそういう検出器を作りたいともうイケイケだよねだって CP 対称性の破れが見えるかもしれないそういう状況です 半、まあ、物,物質と半物質の対称性の破れの謎っていうのは、えー、とニュートリの振動による CP 対称性の破れの発見だけでは解けない問題ですいろんなところを調べなきゃいけない,だいで他にもあのいろんなところでいろんな研究だからどこにかけるかですねあ,のあなたはどこにこう宝が埋もれていると思いますかってで日本はこうあの、えー、とスーパービーファクトリーとかベルツ2というそういう実験とかカムランドゼンとか、えー、と非常に。 世界の第一線を行っているというこ,とですところでですね、えー、と最後にまたニュートリノからガラッと話が変わってです、ね、とこう皆さん疑問に思ったことはないですかなんで自分は重いんだろうとかあの別にこうセンシティブなあのあの <laughs> ことを言っているんじゃなくてそもそもなんで重さってあるんですか、ね、はい。最近体が重いよなとかって私はよく思うんですけどなんで重くなるんですか なんで粒子,粒子が質量を持ってるから重いんですよでも粒子ってなんで質量を持ってるんですか <laughs> 最初にやりましたよねこうあの反粒子が存在するということは素粒子っていうのはついでできたり消えたりするという話をしましたそうすると何が起こるかってディラックが先生がそういうことを言い出した後に空間のイメージですねっ 実はこの空間の中で絶えずできたり消えたりしているというふうなことが考えられるようになっちゃうポ、ね、ポカポカ,ポカ今まで空だと思っていた空間には実は粒子と反粒子が絶えずできて消えるそういうことを繰り返しているじゃあですねその中にもし特別な粒子があったとしたら、ね、こう南部先生やヒッグズさんたちの理論じゃあですねこの真空に プカ,プカプカプカできる粒子っていうのがお互い同士が引力だったらどうなると思いますかでエネルギーっていうのはまだ皆さんちゃんとあの力学でやってないかもしれないんですけれど自然界っていうのはエネルギーが低い方へ低い方へと行きます高いとこに置いたものは下には落ちるけれど上に勝手に登ることは決してありえない必ず位置エネルギーが低い方に行くとねエネルギーが低い方に行く 引力だっていうことは近づけばエネルギーが低くなるじゃあお互いもしそういう粒子が引力だったら何がこるか作れば作るほどエネルギー得しちゃうんですねやばいですよねそんな粒子がもしあったら真空がもしそんな粒子があったらですね真空がいっぱいになるまでそういう粒子で満ち溢れちゃうもしあったらそれが対称性の 自発的破れというものですイメージとしてはそのハテナという粒子がですねたくさんあった方が得ですよってそういう性質をもし持ってたら真空っていうのがそういう粒子でいっぱいになっちゃいますねはいでそうやってなっちゃっている真空に電子を置いてみましょうでもしこの電子とこのハテナがやっぱり力をやり取りしてたらどうなるかってね周りにいっぱい 支えてくれるる仮想的な粒子があるその中に電子を置くってこうゼリーの中にいるような感じなんですねつまりもともとは質量なかった粒子をこういう真空の中にこの,この謎の粒子がいるそういう真空の中に置いてやることで実は質量は生まれているんだというのがこの理論なんですえマジとか思うでしょう ところがですねこれも実験的に確認されました2012年にこういう性質を持った粒子あるはずだと言われてた粒子ヒッグズ粒子っていうのが実はちゃんと存在するというこのヒッグズ粒子がいうことが発見されたんですねもっともうちょっと前の時代からこうあ,るうあるはずと言われてたやつこのヒッグズ粒子がということで質量っていうのもちょっと不思議ですよね皆さんのこののこ体がです、ね、重いのはですね こういういヒッグズ粒子のせいなんですよこのヒッグズ粒子をなくしてやればですねめちゃくちゃ軽くなりますはいあと2枚かなじゃあ世界はどのようにできているかっていうので質量というのを今説明しましたじゃあいいかってってヒッグズ粒子でめたしでたしかところがですねその質量を表にしてやるとですねこれログ対数スケール対数ですそうすると一番重い粒子とトップクォーク それから一番軽い粒子ニュートニノって15桁も差があるんですねねこれ不思議ですよねさっきのこうゼリーの中でもし質量ができているんだったら15桁もなんでこう違うんでしょうそれから何かこう,こうあるパターンでこういっぱい素粒子あるよみたいなんででしょうねって言って不思議です、ね、粒子が質量を持つ機構の一つは分かったでもなんでこうなっているのかということは まだ分かってないあとさらに調子に乗って分かってないことを説明しましょう最近宇宙の観測の方でもすごい進展があって、ね、で宇宙の観測で、えー、と宇宙背景放射とかそれから銀河がじゃない超新星がどんなふうに、えー、遠ざかってるかっていうのを測ってやったらですねびっくりすることにですね宇宙の蘇生のうちこうねえー、と。 我々が今理解したさっきの表さっきの表に入っていた物質点には宇宙のを構成するもののうち5%しか実は担っていないということが分かったで27%っていうのは何か分からん粒子ですと一応普通の重力相互作用はするみたいだけど未知の素粒子ですさっきの表に当てはまらない粒子だということですでさらにですねこの68%はですね 重力的にも変やと、ね、積力なのか、何なのか、何か分からんから、ダークエナジーという,こう分かんないよという名前がついてるんですけど、粒,粒子ですらないのかもしれない、よくわからないものです。というふうになってきた、ですねはい、じゃあ、これで、えー、とあれですけど、じゃあ、世界では何でどのようにしてできているかって,って、ね、デモクリトスの時代からどれくらい進んだかを比べてみましょうって、ね、デモクリストスさん、世界にはアトモスと空間だけがある、ね、そうですと。 分割できないけどいろんな形をしていて物質を性質を決めている何もない空間の中に存在しているさまざまな無数の世界が誕生したり消えていったりしているじゃあ今はどうなったかアトモスって少なくとも6種類のクオークと6種類のレプトン4種類の相互作用粒子1種類の質量の起源粒子と真空があるということが分かった真空もまたこのアトモスですねで満ちている でこれらの性質は分かってきたけどなんでそんな風になっているのかっていうのは全く分からないそもそもなんでそれが宇宙の最初に粒子と反粒子でできたのに今残っているのかも分からない知らないアトモスがまだいっぱいあるみたいだった、ね、真空の性質この部分に対応するのかもしれない真空の性質も全く理解してないもしかするとさまざまな無数の宇宙があるのかもしれないこれが今の状態大して変わってないですねあの この,この2000年間の成果というのが今こういうふうになっているということで、はい、以上で公演、えー、おしまいです。